味の素フィールド西ヶ丘では昇格に向けて共に負けられない一戦、自動昇格となる2位と勝ち点5差の4位東京ヴェルディ、対するはプレーオフ圏内の6位と勝ち点3差の8位につけるビファーレン長崎。前節連敗を止め3試合ぶりの勝利を挙げたヴェルディは2試合ぶりのスタメンとなる田村をセンターバックで起用、井林とコンビを組みます。一方、得点力不足で4試合連続引き分け中の長崎はイオンジェをワントップに置き、梶川・木村優の2シャドウで臨みます。ファーストシュートはホームのヴェルディ4分、チームトップの10ゴールを決めている南が遠目から果敢に狙っていきます。18分には高木義明のコーナーキックからこぼれ球を沢井がダイレクトシュート、しかし枠を大きく外します。互いに集中した守備でチャンスまで至らない展開が続く中、アウェーの長崎が40分にようやくいい形を作ります。ペナルティエリア付近でのパス交換から最後は井上雄大が左足でシュート。エンドが変わった後半、最初のチャンスはアウェーの長崎。47分、左サイドを崩してグルベの折り返しがこぼれたところに再び井上、しかしシュートはキーパー正面。なおも長崎。63分、前田雄介のフリーキックにグルベが飛び込んで1対0。グルベの今シーズン初ゴールでアウェーの長崎が均衡を破ります。2試合ゴールがなかった長崎にとって待望の先制ゴール。リードを許したヴェルディは75分、意表をついた南の左足のシュートがポストを叩くと跳ね返りに詰めた田村が倒されたようにも見えましたが、ここはノーファールの判定。命拾いした長崎は85分、ルーズボールの競り合いに勝ったリオンジが強烈なシュートを放っていきますが追加点はならず。ホームで負けられないヴェルディも後半アディショナルタイム、コーナーキックから途中出場安西光輝、しかしゴールを割れず。結局長崎の固い壁を崩せなかったヴェルディはホームで痛い敗戦。一方長崎は5試合ぶりの勝利を飾っています。